時をアルス闇の中で4番勝負ね、いやーこれ久しぶりだなよしじゃあ僕からいきますからね、はい、じゃあ僕が伝えますね、はい、じゃあいきましょう、よーいスタート。来年はニノと一緒にゲームをやりたい。分かったのか。来年はニノとプレイボールしたい。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 ちゃんと伝えられたと思う。伝わったでしょ、きっと。じゃあ僕から、うん、言う。来年は、うん、ユーとグータッチしたい。合ってます？俺はそう言ってない、俺はそう言ってない、うん、俺はいやいや、こうやってたじゃん。違うんだよ、違うんだよ、全然違うんだよ。え、なんて言ったのよ。来年は、うん、ニノと、うん、プレイボールしたい。こうやってた。あー、なるほど。野球かなと。え、なんて言ったの。来年はニノとゲームやりたい。これゲームよ、これゲーム。これゲームか。そう。あったね。そうか。ニノスケだしね。うん。うわ、プレイボールって聞こえた。そうなんだよ。アイバグずっと俺の口ばっか見てたから。俺見てなかったんで。じゃあ、イヤホンガンガン伝言ゲーム、スタート。来年は、永瀬くんの、バイクのサイドカーに乗りたい。来年は永瀬くんとバイトしたい。来年は永瀬くんとバイトしたい。外してください。うん、多分いけたんじゃないかな。そんなことしたいのかな。わかったわかった。したい。これはもうしたいよ。超イージーじゃないですか。いいっすか。はい。来年は、うん、永瀬くんと、やばい、バイク乗りたい。待って、俺はそう言ってない。俺はそう言ってないけど。言ってない。来年は、うん、永瀬くんとバイトしたい。バイトしたい。そっちの方がおかしい。いや、でもおかしいなと思って。バイトしたい。どっち。来年は永瀬くんのバイクのサイドカーに乗りたい。全然違う。ああ、全然違うけど、もう惜しくない。うん、なんか、だから、いきなり外したけど、バイクじゃなくなったのにバイクに戻ったんだよ。相葉くんが喋った瞬間にこっちがすごい笑ってたから、違う、もう死んだんだ。